流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェイはあらゆる富が沈着する場所だ。何かあったのかしら。彼女、薬草を取りに行ったきり帰ってこないの。セピロス騎士団に報告した方がいいかしら。確かに栄誉騎士であるあなたなら。それに騎士団に報告するのも面倒だし、あなたにお願いしてもいいかしら。確か放浪寮の近くへ薬草を取りに行くと言ってたわ。そこに行けば彼女が見つかるかもしれない。ここにもいないのか。え、誰かこっちに来てる。お願い、少し静かにしてて。あの人に見つからないようにしなきゃ。その、いろいろと訳があって。
少し恥ずかしいんだけど、私、モンド城のみんなのために歌を歌ってるの。みんなも私の歌が好きで、シスターたちも応援してくれてるんだ。私の歌を聴いてくれる人も徐々に増えてくれててね。それはそれですごく嬉しいことなんだけど、私が街で買い物をしたり、用事があって出かけたりするたびに、必ず誰かに呼び止められるようになったんだ。私のサインが欲しいだけだったり、挨拶がしたいだけだったりで、みんなに悪気はないんだけどね。それに、私もみんなが好きでいてくれることにすごく感謝してるの。でも、とてもじゃないけど、その数が多すぎて。みんなを失望させないように、精一杯応じてるけど、時々ね、疲れちゃうんだ。大聖堂にいても、誰かが挨拶に来るの。だから、ひとときも気を緩められないんだ。今回、トゥナーさんの咳止め薬を作るために、ググプラムを取りに来たんだけど、実は理由はそれだけじゃなくて、一人になりたかったっていうのもあったんだ。あなたにも、この気持ちわかるかな？一人静かな場所で、何も考えず、誰にも気を使わなくていい。そんな幸せな解放感を味わいたいっていう気持ち。この感じが心地よくて、いつの間にか帰ることを忘れてたみたい。普通のはね、私が欲しいのは赤いググプラムなんだ。けど、それがどうしても見つからなくて、この近くにあると思うんだけど。そうするしかないみたい。あの人には申し訳ないけど、今日は本当に静かに過ごしたいから。私のお父さんはずっと教会で仕事してるから、私も教会のお世話になったの。大きくなったら教会に入るのは私にとって当たり前のことだったんだ。それに私のお姉ちゃんも騎士団で仕事してるし、お姉ちゃんはすごい人なんだよ。剣術はもちろん騎士団の業務も一人で片付けられるんだ。お姉ちゃんはすごくてかっこよくて、私なんか全然、歌が少し上手なこと以外これといった特技もないし、それに歌だけじゃ全ての傷を癒すことはできないから。私が教会に入った理由はね、みんなの傷を癒す方法を学ぶためなんだ。戦闘が苦手ならせめて治療だけでもって、そう思ったの。もちろんいいよ。あなたは栄誉騎士だもの。治療が必要なら、いつでも私を呼んで。そうだ、あの人ももう遠くに行ったみたいだから、そろそろググプラムを取りに行かなきゃ。赤いググプラム、どうして見つからないんだろう。あなたたちが手伝ってくれるなんて、すごく嬉しいな。一緒にこの辺りを探せばすぐに見つかると思うな。おかしいなぁ。この辺は赤いググプラムがたくさんあるはずなのに。これがバーバラの言ってた赤いググプラムじゃないか。早く取って彼女に届けようぜ。Thank you.
どれどれ。うん、これで足りると思う。でも、やっぱりおかしい。この辺は赤いググプラムがたくさんあるはずなのに。もしかして、誰かが先に取ったのかな？まあ、いいか。もう十分取れたし。とりあえず、ここを離れましょう。そこに長居してるとどんどん気持ちが暗くなってく気がするよ。元気を保つにはやっぱり日の光を浴びるのが一番だね。そうだ、せっかくここに来たんだし、暁ワイナリーのドゥナンさんの様子を見てくるね。前にしっかり休むよう忠告したんだけど、ずっと聞かなくて。ゲールに言わないでくれんなんて言うし。だから彼の状態を確認してから、彼に作る薬を決めようと思うの。でね、私がドゥナンさんのところに行くこと、私の代わりにシスター・ビクトリアに伝えてきてくれないかな。こんなに長い時間戻らないと心配かけちゃうかもしれないから。それに、まだ教会でやらなきゃいけないことがたくさん残ってるの。だから、まだ帰れないことを伝えておかなくちゃ。ありがとう。じゃあ頼んだよ。来れないのね。教会のことは他の人にお願いしなきゃ。あら、手伝ってくれるの？ごめんなさいね、面倒かけて。そうね、大聖堂の周りを掃除してくれないかしら。大聖堂の周りは人がたくさん来るから汚れやすいの。いつもバーバルに任せてたから、彼女がいないとすぐ汚れちゃって。そう、バーバラったら自分でやるから大丈夫って言って毎回一人でやろうとするの。でも掃除が終わるといつもすごく疲れてるのよね。だからバーバラがあなたに手伝いをお願いするなんて正直驚いてるわ。でもこれで彼女の負担も少し減るかしら。とりあえず掃除のことはお願いね、栄誉騎士。吸引テスト開始。
吸引テスト開始。これで掃除は終わったな。バーバラは普段一人でこれをやってるのか。なんかオイラたちの想像以上に疲れてそうだな。お疲れ様。大聖堂の周りの掃除をしてくれたんだね。シスタービクトリアから聞いたよ。ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件も。疲れたから喉乾いたでしょ。何か飲みたいものはない？お礼にご馳走するよ。あ、最近キャッツテールが特製ドリンクを出したらしいよ。マーガレットさんから聞いたんだけど、名前は偉大なる幻想憂鬱三国記法茶だったかな。エンジェルズシェアの売り上げを超える秘密兵器なんだって。とっても美味しくてすごく人気みたい。だから買うには長い列に並ばないといけないんだけど、もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンクを作ってあげる。どっちにする？うん、わかった。でも、あの飲み物、普通の味じゃないけど大丈夫かな？よかった。そうだ、飲み物を作るには絶雲の唐辛子とスイートフラワーが必要なの。必要な量は多くないけど、美味しいスパイシードリンクを作るためには良質な材料じゃなきゃダメなんだ。新鮮な絶雲の唐辛子が取れるところは知ってるけど、スイートフラワーはちょっと難しくてね。そこら辺に生えてはいるけど、良質のものはめったにないんだ。よし、二手に分かれて探そう。材料を見つけたら、ささやきの森の南側に集合ね。じゃあ私はささやきの森でスイートフラワーを取ってくるから、あなたは石門の近くで絶雲の唐辛子を取ってきて。そうだ、一応お休みを半日取ったけど、外に出るときは必ずシスター・ビクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。私は先にささやきの森に行ってるから、シスター・ビクトリアに行き先を伝えてきてくれないかな。何かお困りですか？あら、何か用かしら。バーバラがささやきの森に行って薬草を取りに。あら、さっき友達のために休みを取ったと思うけど、どうしてまた薬草を取りに？でもそれもきっと理由あってのことなのよね。あなたも同行するのかしら？そう、じゃあ安心できるわね。バーバラのことはお願いね、栄誉騎士。そのことね。バーバラがモンド城ですごく人気なのはあなたも知ってるわよね。その人たちにとっては好意のつもりなんだろうけど、数が多すぎてバーバラの手に負えないことがあるの。仕事中なら教会の人は彼女を助けてあげられるけど、休暇中だと彼女一人で対応しなくちゃならないでしょ。それに彼女優しすぎるの。みんなの要求に一人ずつ答えてるから、休日なのに仕事よりも疲れるなんてことがまあまああるらしいわ。だからね、バーバラの行き先を知っておくことにしたの。本当に助けが必要な時すぐに駆けつけてあげられるようにね。本音を言うとバーバラにはもう無理をしないでほしいんだけど。
が伝わってくるの。ささやきの森に行ってバーバラと集合しよだからこうして後をつけてたわけ。セピロス騎士団に報告しようと思ったんだけど、それには時間がかかるでしょ。もしその間に砲塔団が何か悪いことをしたら大変なことに。それで助ける方法を考えてたら、あなたがやってきてくれたんだ。英雄騎士、もしよかったら。でも時と場合によっては強行手段が一番有効なこともあるんだよ。お願い栄誉騎士、
大丈夫、治療は私に任せて。誰だ、俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。英雄気取りか、野郎ども、その女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ、バーバラが狙われてる。心配しないで、これでも神様を持つもの。あの人たちの相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。あれは神の目。まずいですぜ頭、あいつは厄介だ。何ビビってんだ、たかが女じゃねえか。神の目がどうしたってんだ。こっちは人数で勝ってんだ、一気にかかってやっつけるぞ。本当に何とお礼を言ったらいいか。私はリーエからの商人です。モンドへは商売をしに来たのですが、途中で放蕩団に遭遇してしまい、ここまで連れてこられてしまったんです。あなたたちがいなければどうなってたことか。そうだ、何かお礼を差し上げなくては。放蕩団にほとんど奪われてしまったので、手元にはあまり残っていませんが、私がリーエから持ってきたスパイシードリンクと良質なスイートフラワー、それにモラが少し残っています。いえいえ、お礼だなんて。危険な目に遭ってる人を見かけたら助ける、人として当然のことをしたまでで。それに私はセピロス教会の祈祷牧師、こちらはセピロス騎士団の栄誉騎士。リーウェから来たあなたの安全を守るのは私たちの責務でもあるの。いえ、助けてくださったんです。どうか礼をさせてください。それにこれらは貴重なものでもありませんし、どれか一つお選びください。そう、わかったわ。でも私もどれを選べばいいか。リーウェのスパイシードリンクもいいと思うけど、良質なスイートフラワーがあったら私もスパイシードリンクを作れるし。そうだ、冒険が得意なあなたなら私よりこういうことには慣れてるよね。ここは任せていいかな。一番いいと思うものを選んで。確かに冒険者の方がこういうのには慣れてるでしょう。リーウェのスパイシードリンク、良質なスイートフラワー、モラ、どれにしますか？ですか？スイートフラワーでスパイシードリンクを作るなんて。同じ種類の飲み物でもやっぱりモンドとリーウェでは作り方が違うんですね。はい、スイートフラワーをどうぞ。これらはどれも最上級のものですよ。助けてくださり本当にありがとうございました。私は先を急ぎますので。これで本当に良質なスイートフラワーだね。これでスパイシードリンクを作る材料が揃った。早くモンド城に帰ろう。城内に着いたら冒険者協会の隣にある庭園で待ってて。スパイシードリンクができたらそこまで持っていくから。スパイシードリンクできたよ。ここでゆっくり飲もう。
はい、あなたの分しっかり味わってね。本当？よかった。口に合うかどうか心配だったんだ。私がスパイシードリンクを好きな理由はね、ちょっと恥ずかしいんだけど、最初はただ単に眠気を覚ますために飲んでたの。歌の練習をするようになってから毎朝早起きしなきゃいけなくて、練習が終わった後には教会の仕事もあったし、両方おろそかにならないようにしなくちゃって思ったんだ。でも朝はやっぱり眠いから、寝ぼけて練習しても何を歌ってるのか自分でもわからなくて、結局あまり練習の成果が出なかったんだ。それで朝ちゃんと目が覚めるようにいろいろ試したの。ランニングとかミントとかスライムと戦うとか。でもどの方法もいまいちピンとこなくて、目が覚めるにしても時間がかかりすぎて練習する時間がなくなったりしてたの。そこで絶運の唐辛子で眠気を覚ます方法を試してみたんだ。サラさんにもそう言われたよ。だから直接食べるんじゃなくて、絶運の唐辛子をまろやかにブレンドした飲み物にしたの。スイートフラワーで刺激を緩和する方法はサラさんから教わったんだよ。それから毎朝そのスパイシードリンクで眠気を覚ましているうちに、その味が好きになっちゃったの。飲んだ時の辛い感覚も私にもっと努力しろって言ってくれてるような気がして。そう言われると照れちゃうな。あなただってすごく努力家なんでしょ。それにアンバーから聞いたよ。自分の家族を探すために旅をしてるんだよね。あなたが経験したこと、これから経験することは、歌が上手い下手とかそんなことなんかよりずっと困難な道だと思う。あまり役に立てないけど、治療が必要ならいつでも私を呼んで。どんな傷でも私が治してあげるから。お、少しおせっかいだったかな。ごめんなさい、気が緩んでつい。今日はせっかくの休日だし、この飲み物をゆっくり味わってリラックスしよう。明日になったらそれぞれの道に向かって努力しなきゃね。私たちの願い叶うといいね。